佐藤健は元プロ野球選手。現在は東京ヤクルトスワローズの打撃投手。ハグロ高等学校時代は県ベスト8とまり、2000年4月明治大学に進学。なかなか目が出なかったが2003年4年時の春にサイドスローに転校した伊藤。春季大会で全勝優勝目前の早稲田大学戦に先発し11奪三振の高等を見せ、 自ら本塁打を放つなど打撃でも活躍。特にその年のドラフトの目玉であった鳥谷隆を完璧に封じ込み注目を集めた。リーグ通算17試合に、登板3勝2敗、防御率2.63を記録。2003年のドラフト会議で、ヤクルトスワローズから6巡目で指名を受け入団。大学の同期から他に、牛田茂木、暮元茂則。 岡本敦氏が指名を受けて、明大から4人、プロ入りした。手薄な左の中継ぎとして、期待を受けたが、キャンプ中に、蕎麦アレルギーで倒れ病院へ搬送される。幸い一命は取り留め、練習にも復帰。3月16日のオープン戦では2回無失点の、高等を見せて、復活を印象づけた。開幕は2軍で迎えたが、4月30日に1軍初、登録。 5月2日の阪神タイガース戦、8回裏6点ビハインドの場面で初登板し、1回を1奪三振の無失点で切り抜けた。最終的には1軍で21試合に登板。防御率は5.24ながらも、キレの良い変化球で対頭した。フレッシュオールスターゲームにも出場し、1イニングに奪三振の無失点の高騰を見せている。オフに、 アリゾナで減量に取り組んだこともあって、引き締まった体で、キャンプイン。初の開幕一軍でシーズンを迎えると、負け試合や、点差の開いたゲームの中継ぎとして、計32試合に登板し、防御率3.12と前年以上の成績を、残した。しかし1年通しての一軍定着はならなかった。キャンプオープン戦と校長を維持し、開幕こそ一軍で迎えたが、 4月27日に2軍、降格。2軍で成績を残せず、9月16日にようやく1、軍に昇格。最終的に13試合に投板。1軍の防御率は、自己最高の2.63だった。3年続けて開幕1軍でシーズンを迎え、開幕戦にも投板。しかし投板した4試合すべてでヒットを打たれ、4月12日に2軍降格。 9月4日に一軍復帰を果たしたが、復帰後も成績を残せずに、9月26日に再度抹消。そのままに軍登録でシーズン終了。最終的には、プロ入り後自己最小の9試合登板に止まり、防御率も7.50に終わる。周期キャンプでは巻き返しを期し、アンダースロー転向の練習も行っていたが、最終的にはサイドスローに戻している。 4年連続の開幕一軍入り。中継ぎサワンが手薄になっているというチーム事情もありかち試合、接戦での起用が増えて、3月30日ジングルでの読売ジャイアンツ戦にて、5年目にして、念願のプロ入り初勝利を挙げた。5年連続の開幕一軍入り。3試合に登板したが、左肘痛を訴えて4月11日に登録抹消。検査の結果、 左ひい人体断裂と診断され、シーズンの残りを棒に振る。昨年の怪我から復帰し、8月28日に久々に一軍のマウンドに上がる。一軍に2試合登板したが、10月9日、戦力外通告を受ける。11月1日、任意引退選手として公示され、同球団のスコアラー兼人打撃投手に転身した。実家は、 米の契約栽培を手掛ける農家である。2006年7月7日に一回り年上の一般女性と入籍。2007年8月に生まれた長女と2009年12月に生まれた長男の4人家族。メガネをかけ、太作りでユーモラスな風貌から、プロ入り直後は、球界の貢献性の愛称で報道されていた。大学時代は、出身高校と体格から、 羽黒山と呼ばれることもあった。球団公式サイトのプロフィールによると、チームメイトからは、なぎら健一に似ているとの理由から、なぎらさんなどとも呼ばれている。職と体格にまつわる逸話の多い人物である。小学校の頃には、野球選手ではなく、力士になるのが夢であった。学校の相撲大会ではとても良い成績だったという。また現在も、下半身強化に思考を踏む姿が、 スポーツ紙に掲載されている。ドラフト指名直後の身体測定で体重1 0 3ラム体脂肪率27%と診断された。前後して同い年の吉川照明も9 5ラム体脂肪率30%と診断され、9回内外に話題、波紋を呼んだ。プロ入り後はトレーニングによって痩せているが、佐藤自身が選手名鑑などで明かしているように、 中華料理を中心とした食べ歩きが趣味であることから結婚前はシーズン中に太ってしまうこともあった。入団1年目でのキャンプ中、入浴中にアナフィラキシーショックなどを起こし緊急、入院。症状は深刻で急激極端な血圧低下で生命の危機が有料されたことも報道された。原因はそばアレルギーで以前一度発作歴があったにかかわらずこの日キャンプの 食事でそばに箸をつけたこと。後日球団から選手契約条件にそばあるいはそばを含む食品は一切食べないことを吹きされた。ありがとうございます。